若い女性の間で罹患率が高い子宮頸癌検診を早期に受診することがとても大切です詳しいお話を産婦人科医の庄司夏美先生に伺いました20歳以上の女性で2年に1回の検診が推奨されています秋田市の場合は20歳から39歳までの方は1年に1回 40歳以上の方は2年に1回の検診が推奨されています実際に子宮頸がん検診をする際は子宮の入り口である子宮頸部を専用のヘラやブラシなどでこすって細胞を採取しますこすられる時の重苦しい感じはありますが痛みは少ないです子宮頸がんの全癌病変や 子宮頸がんのごく初期の段階では、子宮を残すような手術で治療することが可能です。進行した子宮頸がんの場合は、その進行度によって。手術療法、放射線治療、化学療法などを行います。手術療法は進行した子宮頸がんでは、基本的に子宮を摘出する手術となります。子宮頸がは。 20歳代から30歳代の若い女性に増えてきています子宮頸がんは HPV に感染してから発症するまで数年から数十年かかるため20歳と若いうちから定期的に検診を受診することで予防することができるがんです早期発見で子宮を残しつつ完治することが可能な子宮頸がん定期的な検診・受診が大切です 次回も子宮頸がんについてお伝えします。